さんこんにちは、OB クラブ公式 YouTube チャンネル、司会進行を務めさせていただきます半大と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて今回は東京新高円寺にありますセノンスポーツゼロからお届けさせていただきます。では早速ゲストをご紹介いたしましょう。元ロッテでご活躍をされたお二方です。西村則文さん、そして初島清さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お揃いの T シャツ着ていただいて、本当ですね、似合いますね。ね、よくお似合いです。いやいや、もうサイズもぴったりで良かったです。いやいや、良かったですね。ちっちゃいじゃないですか。入りますよ。いやいや、そんなことないです。大丈夫。ちょっと肩のラインがちょっとそぶんですけど。だいぶ痩せたんじゃん。あのお二方は、こうやってご一緒されるというのはどのぐらいぶりなんですか。こうやって一緒にやるのは本当もう何年ぶりかというね。いや、なかなかないですよね。こう改めてこうやって一緒にっていうのは、普通にただパンと会うってことはありますけど、でも会うのも去年の2月の、はい、2月のキャンプの時のね、なるほど、本当久しぶりですよ。ああ、そうですか。ではあの頃を思い出して今日はいろいろと、あのお話をいただければと思っております。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ご年齢でいうと7歳違いですね。はい、西村さんが1960年生まれ、初島さん1967年生まれ、はいはい、そして、入団が西村さん82年、ね、はい、そして初島さんが89年ということで、入団のに関して7年そんな見えないでしょ。でも、ね、はい、7つ違いとかそれ見えないじゃないですか。この貫禄のあるというか貫禄、はい、西村さんがやっぱり若く見えますからね。なんで、はい、そうですね、それは大変感じるところです。そんなことないでしょ。ということでお二方は89年から97年までロッテで、一緒にプレーをされていたということなんですが、はい、どうでしょうか。あの当時のお互いの印象というのはどうだったんでしょう。まあ、松芝が入ってきた時には当時やっぱりこの今みたいな時代というか、はい、もう本当にこの先輩後輩っていうそこのところが厳しい世界 で後輩入ってきてもなんかもう、うん、そこにあの後輩入ってきたからっていうような感じじゃなくて、まあ、こんなったら失礼なんですけどもあんまりそこにこう関心持つっていうことが少なかった時代じゃないかなと思うんですよね。なるほど。ただがっちりした、はい、選手が入ってきたなっていうのは、この辺ガッとして、はい、そういう印象あります。ありがとうございます。松島さんは西村先輩というのはいやもう中心選手でしたし、はい、もう喋りかけれないですよね。本当そうやったっけ。はい、いやもう全然もう最初に見た時にはもう当時やはり高澤さんとか、はい、やはりもう西村さんもそうですし、もう有名な選手を間近で見ただけでもこてもビビっちゃっていつもこう映像で見ている、まあ、映像そんななかったですけどね。あ、そうなんですか。あれ、そういう時代ですか。当時のオリオンズは映像ないです。はい、露出の部分ではということですか。その通りです。はい、名前だけ知ってたっていうね。はい、まあでも名選手が目の前にいるというチームメートではありますが、はい、そういった緊張感がありましたね。やっぱり僕らもそうだったですよね。あ、そうですか。はい、最初にこう入った時に、はい、本当こんな人と一緒にやるのかみたいな感じで、もう年もね全然違うし、こんなとこで一緒にやれるのかなみたいな感じで、でも本当にね厳しいまだ時代だったんで、はい、もう大変なことはいっぱいあったと思います。後輩は。なるほど、後輩は。あ、厳しいというのはまあその先輩後輩の上下関係もあり、その野球に関しても、まあ、野球に関しては別にそういうのはないですけど、はい、やはりちょっとした言葉遣いであったり、まあ、挨拶であったりっていうものはあのちゃんとしなきゃいけないっていうような雰囲気はもうずっとありました。はい、どうされました。結構うるさかったんですよ、そういうところは。そう、だからそこはやっぱりこうちゃんとできない、ね、選手というか後輩には結構こううるさく言ったんじゃないかなと思うね。はい、ただね、やっぱり人に言う分自分もしっかりしないといけないんで、そうですね、そこはもうやっぱり言った以上はもうしっかりしようっていうところで、やっぱりあのいっぱい練習もできたし、うん、逆に良かったんじゃないかなと思いますけどね。ちょっとあの経歴なども改めておさらいをしながらあの進めていきたいと思うんですが、西村さん宮崎県のご出身で、県立福島高校から鹿児島鉄道管理局野球部、はい、
これ、まあ、国鉄今の JR ですよね、はい、から81年のドラフトで、ロッテオリオンズに入団、はいはい、翌年されるということなんですが、初島さんが東京都生まれ埼玉県育ち。僕埼玉県に4年ぐらいしかいないので。あ、そうなんですね、はい、じゃあほぼ東京出身、生まれ出身。なんかその埼玉のイメージ持たれるんですけど、はい、野球を始めたきっかけが埼玉に移った時に始めたので、なんか埼玉っていうのがなってるんですよね、はい、坂戸、はい、でも4年ちょっとしかいなかったので。あ、そうでしたか、はい、でも坂戸にいらしたのがおいくつぐらいですか。小学校4年の終わりぐらいから中学校3年生の1学期終わる前にはもういなくなってました。あ、はい、そこで野球を。そうですね、始めたのは。そのきっかけは何だったんですか。きっかけは当時自分今でいうボーイスカウトに、はい、池袋の方で入っておりまして、で転校する時にそのボーイスカウトを続けてやっていきたいっていうものがあったんですけど、当時なかったんですよ、その坂戸に。それで何もすることがなくて転入したクラスメートが野球チーム入っていたので、はい、野球ってやってるって聞かれて、あ、野球はやって好きだよっていう話から、はい、じゃあ一回チームに見に来なよっていう、そこからです。うーん、はい、高校までピッチャーでいらっしゃったんですね、はいはい、うーん、だから肩が強かったよね。いや本当にサードからファーストで遠いですよね。本当ですね、はい、なるほど、いやいや、はい、強かったって言ってるから、いやいや当時の担当としてはね、はい、まあ、でもね、東京と宮崎のこの違いどうですか。本当にありますか。うん、ありますね、やっぱり。はい、でも西村さんは、野球を始められたのはおいくつですか。僕はもう小学校入る前からやってるんですけども、はい、でも今みたいなそういうほらなチームっていうかそれは全然なくて、もう本当にこう友達と遊びでやったりとか、一番最初始めたきっかけはもう親父とキャッチボールっていうところから入ったんですけどね、はい、でもそういう感じで中学からまあ、ね、まあ、小学校もそういう感じだったんで、はい、中学からはもう野球部入ってっていうところになったんですけどね、まあ、田舎ですから伸び伸びやれたのが良かったんじゃないですか。宮崎の空の下で、うん、だからすぐ近くに海あったんですよ、はい、だからもう例えば夏休みになったら、はい、もう夏毎日ですよ、はい、そこで野球やるわけですから、それはまあ関心強くなるんじゃないかな、足も速くなるんじゃないかなと思うよね。あ、浜辺でっていうことです。砂、うん、砂浜で三角ベースですね。三角ベースですね、うん、子供はそうですよね。そして高校時代からもう1年生からベンチ入りをされて、ね、そうですね、ベンチには入ったんですけども、はい、スコアラーですよ1年目。そうなんですか。夏の大会はもうスコアつけるだけです、試合に出るとかそういうやりではなかったですけどね。でもその高校時代というのはどこが一番お強かったんですか。どこっていうかね、宮崎の場合はその年によって違うんですよ、はい、うん、だからほとんどがやっぱり私立の高校というところがやっぱりね強かったというか、はい、勝ってましたよね。僕ら公立なんで、はい、うん、弱いことは弱かったですけど、まあね、間違って甲子園には行ってるんですよ。そうですよね。そうですよね、甲子園行ってるんですよね。はい、甲子園での成績というのが、うん、聞くんですかそれ。はい、ぜひ。先に言っときたいのは、甲子園球場っていうのは、まあ、プロ入って、ね、オープン戦とか行くじゃないですか、はい、全くいい思いではないです。あ、そうですか。ということは一番打ってたんですよ。おー、で先頭打者、まあ、はい、5打席回ってきて、はい、ヒット1本もなしと。で最初勝ってて、でセカンドやっててこうセカンドゴロ来て、はい、トンネルしてしまってボールどこ行ったんかなと思ったら後ろ、そこから流れ変わって負けたんです。だから本当の甲子園といい、あ、はい、いい思い出が、はい、それは独特の緊張感だったんですか。まあ、2年生でしたからね、まあ、緊張もしてたんでしょうね、だからヒット1本でも出るときはそんなことなかったんでしょうけども、打たないといけないっていうで、やっぱりしっかり守らないといけないっていう、そういう思いが強かったんでしょうね、はい、うん、もうちょっとこう、うん、楽にできたらよかったんですけどね。なるほど。今となって思えばね、まあ、その時やっぱりからですよね、うん、はい、できないのがね、やっぱりその当時であって、はい、ドラフトがかかるわけですよね。ね、それもびっくりですよね。あ、そうですか。だから僕国鉄入ったのが、はい、野球やりたくて入ったわけじゃないんですよ。お、はい、もう
その当時の国鉄っていうところはやっぱりこの一流企業っていうかまだそういう感じだったんで、とにかく仕事だけしたかったんですよ。ただ仕事だけで入るってなるとかなりのこの競争率っていうのが激しかったんで、で野球部があるっていうところで野球部の試験を受けて入れたというところでしたよね。まあ、じゃあ国鉄に入る入社するためにまあ野球のまあルートといいますか、はい、まあ、野球がそれを使って入って、で野球を早くやめて国鉄職員でずっと、はい、やれればいいなと思って、そういうイメージを描かれて、はい、でも実際そのドラフトかかったっていう時はどうだったんですか。いや、かかったっていうかその前の年からスカウトが見に来てるっていうね、まあ、監督さんから聞いたんですけども、はいはい、まあドラフトかかったらもう行くしかないじゃないですか、うん、で今度そうなると契約金もらえるからもう早く辞めて何か仕事しようと、まあ、それぐらい、うん、野球に対して考えが甘かったのかなっていうのはありましたよね。あ、そうですか、うん、ちょっとまた後でも伺うかもしれませんが、はい、高校時代一度その退部もされてらっしゃる退部をお願いしに行ったんですよ、はい、もう辞めたくて、辞めたくて、うん、だから言ったようにその、うん、野球にそこまで興味がないというか、まあ、面白くなかったんでしょうね。でそれとは別に同級生たちがあのオートバイあるじゃないですか、はい、でオートバイ乗ってみんな楽しそうにしてるから、うん、なんか気持ちがそっちの方行ってしまって、でやっぱもうそっちの方が面白いということで、はい、でまあ、キャプテンのとこ行ってじゃあ一緒に監督のとこ行こうかって言って、うん、はい、もうやめさせてくださいと、で理由は聞かなかったですよ。あ、そうですか、うん、普通だったらなんで辞めたいのかなっていう理由聞くじゃないですか、監督さん、うん、でも、はい、理由聞かずに、うん、OK 分かったって言うんですよ。お、うん、よし辞めれるかなと思った辞めるかと思ったんですけども、はい、じゃあ条件が一つあるということで、じゃあお前の代わりになる選手を連れてくれば辞めさせてあげるっていう、難しいですね。難しいっていうか、はい、めちゃくちゃ田舎なん で僕も中学からずっとね、で中学のキャプテンやったりとかしてるんで、まあはっきり言って、うん、いなかったことはいなかったと思います。でそれでやっぱり続けないといけないっていう、でもそれでも、まあ、気持ちがなかなか、ね、前向かないっていうか、はい、でまあ、放課後そのオートバイで遊んで、でもう暗くなる頃に家帰るわけですね、はい、そしたら、まあ、直線道路ずっとなってて、そしたらなんかユニオン着た選手がさ自転車いっぱいいるわけよ、うんうん、でうわーと思うじゃないですか、はい、野球部のみんなと思って、で僕はやっぱりもう一回あの野球部に戻れっていうのを説得しに来てるんですよ。で逃げ回って逃げ回っても暗くなってて、じゃあ家帰ろうかなと思った時に誰かにこう見つかってっていうところ でそこでもこう説得されて、でそれだったらもうやっぱりもう一回ね、やるしかないかなっていうところで、まあ、野球部戻ったんですけど、まあそれがなかったら当然今はないし、はい、そうですね、だからまあ監督とかそのチームメイトっていうのはね、やっぱりすごく感謝はしてます、はい、なるほど、はい、でも野球がずっとお好きで、まあ、プロ野球に憧れてというパターンではなかった、憧れてたとは思うんですよ。だからあの、はい、小学校の卒業文集にはちゃんとあの将来の夢というところでプロ野球選手って書いてますから。そうですか。ただその当時はもうプロ野球選手とか例えばパイロットとか、はい、そういうのしかなかったんで、だからやれるとは思わないですよ。だってね、宮崎の田舎もんで、はい、公立高校ですから、そういう感じでした。でもだからこそスターなわけですよね。どこでどう間違ったかわからないですけどね。八島さんその、はい、まあ、学生時代4年生で野球を始めて、はい、坂戸で始めて、はい、そこから、そしてあの、まあ、社会人を経てというところですよね。はい、はい、東芝府中、まあ、高校の時にやはりもう今はあのプロの志望届とかっていうのはありますけど、はい、当時はなかったので、やはりもうドラフト上がるか上がらないかっていうのは分からないじゃないですか。でも自分 もう絶対にプロに行きたいっていうのがあったので、はい、もう就職 もう進学は絶対なかったので、でも就職も決めずにもうプロ一本でっていう感じでもうドラフト待ちをしてたんです。そうですか、はい、そしたら見事に指名なく、もう就職活動してないですから、で行くところもなく声をかけていただいたのが東芝府中ですね、はい、そうでしたか、はい、まあ、でもね、高校は名門二松学舎大附属高校で、はい、八島さんの場合はもうプロ、だからそうですね、やっぱ違いますよね。あ、そういったものがまた、まあ、地域差みたいなものも、まあ、そうですね、うん、でまあ、高校二松学舎といって東東京なんですけど、はい、やはり自分の2つの上に荒木さん
掃除室の、はい、がやはり同じ地区にいて、やはりそのすごいフィーバーぶりっていうのを見てるじゃないですか、だから活躍すればこれだけ有名になれるんだっていうような、そういう気持ちではやってましたね。あ、なるほど。まあ、でもそこから社会人を経て、その社会人生活というのはいかがでしたか？いや、もう社会人はとにかくきつかったですね。野球漬け、はい、まあ、会社も必ず行くので、はい、東芝府中の工場がもうすぐ横にあるので、寮からも自転車で毎日会社に行って、で昼から練習。あ、でもお昼からっていうことは、まあ、かなりその練習時間っていうのは長いわけですよね。いや、結構長かったですね。遅い時はもう9時10時とかになったりもしてましたし、で当時あまり強くはなかったんですよね。で逆に強かったのが東芝府中ラグビー部が日本一とかになっている時 で、でやはりラグビー部の方々は1日勤務をしてから練習なんですよ。で野球部半日しかいないじゃないですか、ですからもう都市対抗に出れないと、もう風当たりがすごくて、はい、練習時間はあれだけあるのに。そうなんです。ただ恵まれてたのが、自分がいた職場が君は野球第一、仕事が第二って、その建屋の一番偉い方に言われてて、だから仕事のことは気にするなという感じで、もう自分の方をやってくれたので、野球には本当こう集中してやらさせていただいたですね、はい、理解のある職場だった。いや、本当にそうですね。はい、でいざ待ちに待ったドラフトがかかりました、はい、いや、これも複雑なところがありまして、はい、やっぱり最初はもうプロには行かさないっていう、もう会社の方針、当時はやっぱ多かったんですね。ドラフトに上がっても会社からストップをかけられる、それどういう理由なんですか？それはその順位で、いや、じゃなくて、要するに抜けるということが戦力ダウンになるじゃないですか、はいはい、かそういうので会社がもう行かさないっていうところから、今度条件という話になってきまして、でやっぱり条件は何ですかっていう話から、最初に言われたのがもう関東の球団、はあ、でドラフト3位以上、はい、ロッテ以外って言われたんです、条件が。条件当てはまってないですよ、橋場さん。関東だけ当たってます、関東はね、すごい、はい、でも丸々じゃないです、ね、花丸ではないですね。そうなんですよ。でも、まあ、その時にドラフト4位で単独で上がったんですけど、はい、やっぱ野球部はみんな知ってますよね、その条件出されたっていうのが、はいはい、普通だったらドラフト上がってみんな、うよ、やったやったってなるじゃないですか、みんな下向いてましたもん指名された時にそんな条件ってあるんですか？はい、あ、そこからです。もう会社と毎日、はい、まあ、会社というか監督さんですけど、もう毎日交渉して、だから仕事場は野球第一だからっていう仕事場ですから、会社行ったらそのまま出てちゃうんですよ、職場を。もう野球の方が大事大事とか言って、それでもう毎日行ってましたね。どうやってこう説得しようかっていうのが、はい、昔の社会人というのは結構練習時間長かったからね。長かったです。そうですか、はい、僕らも長かったですよ。あ、そうです。1時からやっぱり7時8時までやってたんで、はい、やってます、はい、ただもう、はい、僕はその社会人野球っていうのは、ね、はい、やっぱり田舎もんなんで分からないじゃないですか。で、うん、先輩も一人いらっしゃったんですけども、でもそこで練習内容がどういうものかっていうのを全く知らないし、うん、僕は草野球に、まあ、ちょっとこう毛が生えたというか、うん、それぐらいの練習じゃないかなと思ったんですよ、そういう甘い考えで、はい、そしたらいきなり1時から7時とかそんなんですよ、うん、で高校野球とか、まあ、公立ですから、はい、もう練習のきつさっていうのは全く違ったし、なんでこんなとこ来たのかなと思ってますね。なんでこんなところ当時やっぱり厳しいチームっていっぱいあったんですね、うん、そうですか。ですからもう大学生だとある程度こう、はい、いろんな企業の練習とかっていう情報ってすごい入ってくるじゃないですか、そうするとあそこはきついから行きたくないとかって、そういう話はできますけど、高卒だとそういう情報全くないですから、はい、上下関係が厳しかった。あ、そうですね。そうですか。先輩怖かったですよ。もう社会人の時も、もう30以上っていうか、そこ過ぎた人なんかやったらもう口も聞けないですよ。もう挨拶しても挨拶返してくれないっていうね、そういう自チームでも、うん、そうですね。で、まあ、その先輩立っててもうちょっとこう離れたところにボール転がしただけで怒られるんですから。
まっと転がしてるんだみたいな、もうそういう感じです。そうですか、はい、ね、学生ではないですけれども、学生より厳しかったんじゃないかな。そうなんですね。あとはそのまあ時代ごとのまあ社会人のチームのあり方っていうものもやっぱりあったっていうことなんでしょうかね。あ、でもプロ入りされました。まあそうですね、やっと説得をしてということですね、はい、落としたわけですね。落としましたね、はい、でその落とした時に、はい、ずっとお付き合いしてくれてたのが昨年まで日大で監督をされてた中村さんが、はい、当時マネージャーだったんですよ、東芝府中で。それでもう自分と2人でもう常に行くという感じで、説得を、はい、ですからもう中村さんにはもう頭上がんないです。はい、そうですか。もう中村さん喜んでくださったんじゃないですか。いや、もう喜んでいただきました。はい、いやー、まあ、じゃあいろいろはやはりこうプロ入りまでというのもそれぞれの選手の道がいろいろあるということなんですね。さあ、ではちょっとどんどん進めて。でもね、そこで夢見てたわけだからね、もう行きたいというね。この場合はそうじゃなかったんで、はい、行けるとはまさ思わなかったし、行こうなんて気持ちもやっぱりね、この薄かったんじゃないかなと思います。ああ、そうですか。まあ、その当時はっていうところですね。その当時ですね。はい。ところですね。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。オービークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一社だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。